ケーブルテレビ、ジェイコブ熊本の愛記者様、丁寧な取材ありがとうございました。6月4日の13時、スタジオ収録が決まりました。一つよろしくお願い申し上げます。そして昨日の取材、本当にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇、人吉熊谷、白足北仏壇支援隊。 隊長、永田幸輝でございます。2021年6月の1日、火曜日、早いですね。今日からも6月ですね。今ちょうど朝5時36分の朝動画でございます。外気が今17度ぐらい。もう本当に素晴らしい季節ですね。はい。しかしですね、ありがたいことにですね、もう本当、JCOM 熊本の愛車様、今回で3回目のご来店、本当にありがとうございます。 もう本当に丁寧なですね2時間ぐらいいらっしゃいましたでですね実はあの今回は前取材ということであの取材の前に来ていただいていろいろ話を聞いていただきましても私の拙い話は本当にありがとうございますであの、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど え、今度は6月の4日の13時に今度はスタジオ収録ということでありがとうございます。あの、ケーブルテレビさんはですね、本当に皆さんよく見ておられるんですよ。あの、実はうち、前回2回来ていただいて、熊本仏壇を作った時と、ひご丸神棚を作った時来てやってですね、下が終わってますよね、来ていただいて、あれ、よう見下らすそうですよ。やっぱ、 本当にお声かけていただきました。見たよ、見たよって言ってで、ね、で、あれ何遍もこも再放送していただけるんですよね。本当にもうありがとうございます。で、今回ですね、この人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、それと、盆上賃無償提供ですね。あの、もうすぐですね、7月の3日4日、人吉豪雨被災者1年になります。それと、初盆が来ます。 亡くなられた方のですね直接亡くなられた方関連死の方ですねそういう方々にですねやはりあの も,うもしもやっぱり今コロナで大変じゃないですか支援も遅れておりますですからもう盆虫が欲しい仏壇が欲しいという方に無償で提供しますとでそれをですね番組で告知していただけるとのことでございますもう本当にありがとうございますですからもう j イコム視聴者の皆様方にですねですから心より厚くお礼を申し上げます、まあ、今ここに書いてありますけどね告知人吉豪雨被災者支援仏壇盆虫無償提供 もうこれはもう一人でもであの今コロナあの直接人吉号じゃなくてもですねコロナで大変な方がいらっしゃいますもうもう飲食の方大変だと思いますよもう同じ小売業としてですね気持ちゃよくわかりますですからもうどうぞ言ってくださいこの 仏壇と盆上鎮ですね、もう直接人吉関係なくてもですね、お届けいたします。それと、あの熊本市内で実家が人吉の方とかですね、お知り合いが人吉いらっしゃる方で言うてください、このケーブルテレビ見られたって、見て見たよということで、そしたらもう無償でお届けしますので、それとですね、まあ、あのやっぱり今、商売とかで行き詰まられてですね、 もう自殺せないかんとかですね。もう、そうい妙な言葉。まあ、気持ちはよう分かったですね。もう、よう分かります。ですから、もう、そういうですね、もう、自殺しないでということでですね、もう、そういう方はですね、まずもう、お仏壇場、まずもう、お仏壇場がない方がいらっしゃいますよね。そういう方はですね、早寝、早起き、断酒してですね、お仏壇場、朝晩拝ってください。そして、体は休めてください。そうすると、よくアイディアが降りてきます。もう、私が12年前にその実体験がありますので、ですからですね、まあ、そういう形でですね、このもう お仏壇盆譲地、まあ、もう当店ですねお仏壇で人助け、まあ、そのお役に立ちたいと思いますの、ね、で、今度、J コムでですねそれを今度7月の初めということで、ちょうどもう人吉の豪雨1年とはちょうど一緒になりますので、ですねはいでまあ、今回で3回目、くまモン仏壇肥後丸神殿も取材いただきました、愛様、もう本当にありがとうございます。 で、6月4日13時取材決定という形ですねですから放送はですね、あの7月頃になると思いますまたこの場でですね、私の YouTube とかブログでもそれはまたあのあの放送されたらですね、紹介いたしますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますそれとですね、何よりも、えー、愛様本当にありがとうございました改めて心よりお礼を申し上げます はいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運をあってお祈り申し上げます